神戸新聞は、兵庫県神戸市中央区に本社を置く、神戸新聞社が発行する日本の新聞である。発行部数は、長官50万部、有官16万部である。また、兵庫県内においては、シェアは約20%で1位であり、2位の読売新聞よりも0.1%高い。おおむね県内の高読率が高いが、阪神地域では比較的低い。 1898年2月11日に創刊、翌12日から14日まで3日間休刊したが、それ以降は無休刊の伝統を保っている。一つの都道府県を広域的にカバーする新聞の中で都道府県名ではなく県庁所在地を題名にするのは名古屋タイムズの例もある。第一の真の文字は木の部分に横棒が一本多く羊のようになった字体を使用している。 毎月1日付け長官の一面大事枠に、神戸新聞社ぜ、私たちは公正に伝え、人をつなぎ、暮らしの充実と地域の発展に尽くすを掲載している。一面、総合、政治、オピニオン、国際、地方経済、経済、商教、番組、文化、スポーツ、暮らし、地方ニュース、社会、番組の順に構成されている。一面コラムは、昌平町、 車説は原則として2本載せている。天気予報は1面に、県内6地区と大阪、京都が6時から24時まで3時間おきに6個のマークで表記。全国はその日の予報を1つのマークは、後雨、雨時々曇り、暴風雨は雨で表記。前日21時の天気図を掲載。解説は、日本気象協会関西医師部が書いている。3面には、 列島天気ウィークリーという週間予報と前日のひまわりの衛星写真、明日の潮及び太陽と月の出入りの天気と気温が掲載されている。長官の4コマ漫画は2007年6月30日まで京都新聞、南日本新聞当然国各地の地方紙に連載されているアンズちゃんが連日掲載されていたが、翌7月1日から中日新聞、 西日本新聞など、ブロック史三社連合の長官に、この穂の君の後を受けて連載が開始された、チビマルコちゃんが、神戸新聞でも連載されるようになった。そして2012年2月1日からは、森栗丸の大井立幸介が連載されていたが、2017年4月1日からは、青沼隆子の、ねえ、ピヨちゃんに変わった。なお、勇敢の四コマ漫画は2009年4月1日付から、 かまち、よしろうの、ごんちゃんの連載が開始される。地方ニュース5ページ青空主義、火曜、ユーイング水曜、アウトドア木曜、食べ歩き金曜、町探検土曜、カルチャー、地方ワイド面、近隣地方面、地方面、表語面の順に構成されている。うちは、隣接地方面ワイド面2006年4月より、紙面が刷新され、テレビ欄が一段分拡大され、 文字も大きくなり、おすすめの番組には、テレビ欄の番組枠の背景を、カラーで表示するようになった。また、縦の時間表示も、朝6時から午前10時までが、緑の白抜き、午前11時から午後5時までが、オレンジの白抜き、午後6時から、深夜、秒朝までが濃い青の白抜きで表示される。テレビ欄の番組開始時間の時表記と分表記で、異なった字体を使用している。 2009年4月からテレビ欄の番組名を丸ゴシック体で表記しそれ以外の情報は従来の明朝体表記になりテレビ欄の番組開始時間表記はイタリック体に変更したまた背景カラーはドラマが赤映画書きスポーツが青三テレビ見物書き緑になった番組欄の配信元は長らく東京ニュース通信社であったが、2015年現在は 日刊編集センターのものを使用している。2006年4月の紙面刷新で、これまでエリアごとに、臨県放送局が異なっていたのを、全エリアで統合した。また、放送局表記のカットも黒に白抜き表示に変更した。岡港地域のテレビ局のうち、なぜか、瀬戸内海放送だけ載っていない。鳥取県を放送対象地域とする放送局は、山陰中央テレビと、 VR は載っていない。また、兵庫県内の広範囲で親局、または中継局が受信できて、県内の一部のケーブルテレビで再送信されている FM 京都が載っていない。以上2局のローカルニュース枠を協賛取材協力している。以前はそれを示すクレジットの表記、アナウンスがあったが、現在はそれはない。ありがとうございます。